ワンダフルプリキュア19はキュアリリアン、誕生に対するネットの反応、感想を紹介していきます。ドヤ顔かわいい。髪がほどけるのはずるい。変身バンクが想像以上にスケベ眉。眉ちゃんも本当は自分がかわいいってわかってる系だったんやな。完全に性格変わってないしか。最初の掛け声が大声出し慣れてない子が急に大声出したみたいな感じ。気合入りすぎ。僕の知ってる猫屋敷さんとは違う。リリアンの化粧がケバくていいよね。リリアンの変身良かったなぁ。まだちょっと怖さが残りつつ始まって怖くない怖くないで締める。決めセリフの怖くない怖くないが、自分を奮い立たせる言葉と相手への不安を取り除く慈愛の言葉を兼ねてるのいいよね。あっただけあって気合入ったバンクじゃのう。変身バンク、ニャミーに見劣りしない感じでよかった。自分に言い聞かせてるプリキュアは初めて見た。あの眉がこんな自信ありげなポーズを。眉ちゃんノリノリで変身しちゃったんだろうけど、後から変身シーンの録画映像見て顔真っ赤にしてほしい。かっこいいポーズ。避け方に笑ってしまう。ドッジボールを怖がってた子が。かわし方がいちいちエレガントすぎる。華麗なポーズで攻撃を避けるリリアンに笑ってしまった。かっこいいポーズの足か何かか。リリアンが回避うまいの陰キャがドッジボールで避け続けて最後まで残る経験が生かされてそうでダメだった。そうだよ俺のことだよ。眉ってダンスとかバレエやってたん？運動音痴かと思ってた。思いの力で身体能力強化はいつものことだろう？と思ったけど、フィジカルだけじゃなくてテクニックも備わっていた感じだったな。裁縫要素ここで生きるのな、うまいわ。人使いなんだろうか。いろいろ使えそうな技。捕獲技持って便利じゃない。スパイダーマン。犬組がバリアだからニャミーも触手生やして拘束する技を覚えるんかな？ニャミーも普通にバリア使ってなかった？リリアンもバリア出すと思ったら急に触手生やしたからビビったわ。肉球バリアは標準技なのかな？プニプニバリア、リボンバリア、リリアンネット、ニャミーもプニプニバリアだと思う。他の言い方が思いつかない。なんか眉ってこんなにママ見合ったっけ？攻撃技より高速や補助メインな感じか。猫組でボコった後に犬組で癒して浄化するスタイルが一番効率的で被害も拡大しないし良いよね。こんな強そうな小悪魔フェイスですが基本戦いません。なぜこんな黒幕のようなポーズを？こんなに元気あふるる上田レイナの声は聞いたことがない。ダウナーボイスキャラ多めだしね上田さん。こっちは二人ともローテンションだな。クールかやべえ女の代表格的な人だったから。ミリシタをやらないかい？リリアン緑キュアかと思ったが、変身中は水色マリンに近かった。緑キュアとは試行錯誤の歴史である。第一世代直球の緑にしたらあまり受けが良くなかった。第二世代人気の色とミックスするも緑感が薄くなった。第三世代明度を上げてパステルカラーに仕上げた。緑好きなんだけどな。複数人いる時に一人いると見た目のバランスがいいし、髪を結ぶ前だと超絶美人になったキュアマリンに見える。キュアマリンは美人だが変顔のイメージしかない。別に変顔とかギャグしてるだけじゃなく、むしろそこはギャップでうざがられるほど他人思いで天才肌でかっこいいシーンも割とある。リリアンの髪型や衣装がやたらとヒラヒラしてるなと思ってたら、イメージカラーのエメラルドグリーンと合わせてオーロラモチーフだったのね。イメージがオーロラなのは気づかなかったわ。下世話な話だけど、シャイニーキャッツファクトが大量入荷するシーンから今回の終わりまでずっと、これはシャイニーキャッツファクト売れるでー、って思った。プリキュア史上でもなかなかないくらい自然な反則。二人なら怖くないって、地面がもうあれじゃん、そういうことじゃん。ってなってる俺はもうダメかもしれない。キュアリリアン誕生ワンダフルとフレンディにとっては最高の結末、ニャミーにとっては最悪の結末、この温度差いいよね。眉と一緒にプリキュアできる嬉しさと眉をまた危険な目に合わせてしまうという悲しさで感情ぐっちゃぐちゃだな。ユキ、やっぱりユキはアケミホムラを意識して設定されてるな。眉のママもホムラちゃんと同じ声の人だし。眉、最高の友達とか恐ろしいフラグ立つんですね。変身シーン見てると普段と印象が逆なんだなこれ。眉は凛々しくてユキは可愛い系っていう。眉とユキは変身前後ともギャップがあってよかった。変身シーンでユキが普段とキャラ違うのも眉との対比なんだろうな。ユキ眉ががっつり抱き合ってて需要をよく理解しているなってなった。眉ちゃんは DV 彼氏を献身的に支えそうな危なさがあるよね。そういうのは青いプリキュアが排除するから。その青いプリキュアが DV 彼氏なんだが、日産を束縛系 DV 彼氏扱いはやめるんだ。束縛だけじゃなくてしかも引っかくんだぞ。
雪に関しては普段 DV 受けてる方やろ。予告で雪がブレてなくてよかった。まあぶっちゃけ何も解決してないといえば解決してないからな。興味ないね。クラウド系女子、雪はさ、雪が非協力的でも眉は多分やる気満々だから協力せざるを得ないよね。でもそれだけだと浄化技がおそらく使えんのよね。結果として帰って眉を危険にさらすことに。雪ちゃんの愛が相変わらず重くて最高だな。リリアンが出てもニャミーは暴力上等は止めないんだな。雪が戦うのは眉を守るため、眉が戦うのは雪を守るため、つまりそういうことよ。プリキュア同士の関係としてはまだもう一段階あるんだな、いいぞ。配信者眉さん、キュアチューバーだったんだ。知らなかったそんなの。ビビリで引っ込み思案なのに妙なところで行動力あるな。アンチコメしたやつは雪さんが夜な夜な消してそう。メンバー揃うのが19話って遅いの？普通？スタートメンバーだと相当遅い。ヒロプリだとアゲハさん初変身が18話、19話で全員揃うのは遅いかな、と思ったけど、よくよく考えたら1年間4クール構成ならこのくらいでちょうど良いのだろう。これからサトルくん4人に指示出すとか中間管理職並みのストレスじゃん。ガルガルを救えてイロハとイチャイチャできるのに何の不満が？強いて言うなら体が持たないくらいだな。で、お前はいつ変身するんだサトル？男プリキュア化してほしい気持ちとでも声的にちょっと違うという気持ちが二律背反してて、個人的にプリキュアじゃなくて必殺アイテム呼び出す枠とかになってほしい。ペガサス呼ぶチビムーン的な。キュア大福話か、お前何のために出演したんだ。まだ19話が終わったばかりでまだ31話も残ってるんだし。19話かかってるし追加戦士いないのか？俺はことあるごとにニャンニャン歌ってるキャラが怪しいと思っている。ママキュアは新しすぎるだろ。ツインテール、ポニーテール、サイドテール。どれもケツがでかい。ケツにしか目が行ってなかった。次は正面で結ぶ髪型だな。ビーム撃つハムスター。もはや動物うんぬんじゃねえじゃんビーム。剣からビーム出るんだしガルガルがビーム出しても不思議ではない。ガルガルはビーム打ちがデフォになっていくのか。4人男子来なかった。雪にも次回あたりから一緒に踊ってもらうからね。あんなダサいダンスやよ。じゃあもっともっと可愛いダンスを後期エンディングに用意するね。新エンディングは来週末か。来月じゃね。このタイミングなら新エンディングと同時に4人ダンスでしよう。今回の動画いかがでしたでしょうか。19話で初変身、変身のギャップやストーリーが良かった。今後追加戦士は出てくるのか。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。